いろんな意味で重い女。ドアノックしすぎ、そんなにスタルクに会いたかったのか。束縛系女子というよりおかんのようだった。ドアノックしてる音がだんだんでかくなってたけど蹴ってないよな。夜ジュース飲んだだけで怒られるとか母ちゃん厳しすぎる。夜更かししたら怒る。昼まで寝てたら怒る。夜にジュース飲んでたら怒る。大変な試験から帰ってきたのに出迎えてくれなかったからだよ。いちいち不機嫌になってうぜ。現実の女はもっと、いや、アニメキャラでこれやられるとなんかバイカして言いに来るな。機嫌いい状態がレアになってきた。ザイン早く帰ってきて。ザインがいたらもうくっついてた気がしないでもない。スネルと可愛い。戦闘の時はマシーン。スタルクにブスってする時と戦闘時の無表情のギャップがいい。物量で押し切る女。最近の魔法の流行りらしいし。いきなりデザート頼む女。悪くない笑顔だった。こんなニッポニコのフェルン初めて見た気がする。あんま笑わないよね。フリーレン、あの時よりずっと美味しい。と言っている間に特盛カフェのプリン部分、ウェハース1本、メロン全部食い尽くしているフェルンすごい。なお原作では同じ部分でショートケーキ半分、ホットケーキ4枚中2枚食い尽くしている。プリンは飲み物だしな。やはり両手持ちドーナツが印象強すぎるのか。誰も取らねえからドーナツ二刀流はやめろや。ナオフェンが狙ってるかもしれない。普段があまりにもいい子すぎて、ああいう欲望に正直なところ見せられるとめっちゃ可愛いってなる。マーハイターと二人暮らしの時にはスイーツはなかなか買えんなかったろうし、ドーナツ食っててもラオフェンはなぜか太るイメージ浮かばない。動きまくってるし。野菜もちゃんと食べるんだぞ。一番の小食がスタルクなのかもしれない。前衛なのにおかしくね。この世界の魔法使いはエネルギー消費して異次元からパワー取り出してんのかな。魔力はカロリー、破壊力は体重に比例する。フリーレンは魔法使って消化してそう。フリーレンのへそくりを食いつぶしましょう。エンゲル係数高めのパーティー。よく歩くし魔法使ったらカロリー使うし実質プラマイゼロ。旅しなくなったらすごそう。旅して歩いてなければ即デブるよね。なんか公爵のとこでバイトした分の金貨どこ行ったんや。1年くらいは働かなくても食っていけるとか言ってたのに、もうカツカツなんか。胃袋がカンストしてるんだな。機嫌治った後のルンルン状態が良かった。上機嫌で歩いてるフェルン可愛かった。もっと食わせて声させろ。愛と体重の重い女フェルン。スタルクが召喚とかに行った日にはどうなっちまうのか。決まってるだろ。召喚にゾルトラーク、波状攻撃の嵐。フリーエン、ユーベルとフェルンどっちが面倒くさいの。ユーベルは面倒くさいというよりヤバい女。面倒くさくない女がいるのか問題。カンネちゃんは面倒くさくなさそう。フェルンはスタルクに甘えすぎでは。普段はしっかりしてるし仲はいいから。修行と厳しい旅をしてるはずなのになんでこう丸いんだろう。過酷だから肉体が脂肪を逃がさないようになったのでは。肉体労働者でデブってる人とかよくおるや。カロリー消費する以上に食ってんだろう。リスクが高いのは間違いないけど、過酷かっていうとだいぶのんびり寄りになってる気がする。北に向かう旅路だから寒い環境に急速に適応していっているんでしょう。適当。割と真面目に氷点下の環境で野宿できる人間、かなりの身体エリート。普通は凍死する。確かに丸顔だけど別に太ってはないと思う。巨乳が体型の分かりづらい服着るとデブに見えるのはリガルでもあるみたいだしな。それでタンクトップばっかり着るマッチョとピタッとした服ばっかり着る巨乳が和解してた。栄養バランスよりカロリー重視やろ旅の飯なんて。フェルンは食いだめしてるんだと思う。旅の途中は本気で食料が足りなくなる可能性もあるし。アニメスタッフも分かって作画してたよね。フェルンは太めですって設定が渡されてる可能性も。